チョリンサラダの中堅らしいです。というわけで、ね、皆さん、エーペックス楽しんでますか？もうすぐクリスマスですね。というわけで、らしいさんね、最近エーペックスではこちらのウィンターエクスプレスにハマっているんでございます。まあ、ちょっとね、ご存知ない方のために軽くご説明させていただきますと、こちらのウィンターエクスプレスは、期間限定のモードとなっており、まあ普段みたいにね、60人がね、集まって戦うとかではなくて、3チームですね。3チームが、まあこの列車の奪い合いをするという感じですね。で、3勝した方が勝ちというね、まあ、ちょっと短くサクッとね遊べるモードになっております。ちょっとね、最近時間がなくて、でもちょっとだけスイペックス遊びたいみたいなね、時だったりとか、ちょっとランクマッチ、そろそろ疲れましたみたいな、人にはね、最適なモードになっております。普段のやつの半分くらいのね時間で終わりますので、これサクッと遊ぶのに、おらーうわ、痛い、ちょ、やばい、ちょ、待って、説明しながら戦わなければいけない、この状況ね、そういう風にね、サクッと遊びたい人に、ね、最適のモードになってます。ぜひね、皆さんプレイしてみてください。さあ、おらー、よし、危ない、ちょっと待って、来た、やばい、弾がない、これちなみにですね、武器はね、キャラクターによって固定になってます。オクタをね、今、ラッシーさん使ってます。おー、倒した、ナイスパンチフラットラインがね、オクタン使えるので、RE45 は結構厳しめなんですけど、まあ連射力はいいんでね、オッケー、倒した、これ2キル、はい、来ました、オッケー。これでね、もうこの列車は、ラッシーさんたちが奪ったので、右上の方に青い丸が3つ並んでると思いますが、その丸が1個ついたと思います。この3つ、ゲットしたら、ラッシーさんたちの勝ちというような形になっております。さあ、次のね、駅に、今向かってもらいますが、次の駅に到着するとまたね、次の敵が出てくると。で、その敵と、この列車を奪い合うというね、ゲームになっております。いいですね、これ。列車がね、クリスマスの飾り付けがしてあって、この季節感も出てて非常にね、いいですよね。このクリスマスの雰囲気の中でデスマッチをするというね、このアンマッチさ加減もらしさすごい好きです。さあ、そろそろ来ますよ。ソナー検出しました。敵にはバレているぞ。さあ、くる、来た、撃たれてる、どこだ、どこにいるんだ、見えないぞ。あそこに味方いるけど、あら、味方、頼む、ちょっと待って、後ろからも来るかな。これちょっと列車を確保しなきゃいけないから、外の敵よりもこの列車に来たところを倒した方がいいんだけどね。あ、倒したね、一人倒しました。まあ、あと一人なんで、この辺はグレーで投げていけば、あ、倒した、オッケー、これでもう確保しました。2勝しましたよ、もうこれで。あと1回取れればラッシーさんたちの優勝なんだけど、もう一人ね、残ってるはずだから、向こうに。そいつを倒しにね、行きたいですね。なんとか倒しに行きたいんだけど、いる？あ、いる、やべ、これちょっと、裏から回ろう。後ろからね、味方が来てくれるから、これで裏取れると思う。よっしゃ、頭隠して、尻隠さず、おらー、よっしゃ、オッケー。味方ナイス。ねえ、オッケーです。裏取り成功しました。さあ、あと1回防衛できれば終わりなんですけど、さあ、もうそろそろね、敵が出てくるはずなんだが、あ、来てる、もう飛んでる、来てる、これ、ちょっと待って、ここ来るぞ、ここで待ってようか、ここで、置きエイムしておこう、絶対ここから入ってくる、ほら、来た見事に入ってきた、やべ、ガスやだな、あ、ここか、よし、ちょっと待って、一旦隠れて、ガス補充うざいね、あれ、すごい、あの電車の中でガス爆発させるのやめてほしい、ほんと、グレネード、ほら、強い強かった、レイス、やられちゃった、味方頼むわ、マジで。ガスオジはちょっと食らわしといたから多分大丈夫だと思うんですけど、でもね、これ回復がね無限なんですよ。そういえば言うの忘れてましたけど、回復がね無限にあるので、無限に戦えるって戦えるんだよね。ガスオジ強いね、だからね。うおー、やばい、これ負けるんちゃう。さあ、さっきの試合は負けてしまいましたが、今度こそ勝って優勝したい。まあ、もうあと1回勝てばね、優勝なんで、これはいけると思うんですよね。ただ列車が速い止まった、よし、行くぞ、オッケー、40カット。さあ、ここからですよね。ただ回復ができちゃうので、なるべく敵に時間を、ナイスグレー、行くぞ、突入、行け、みんな行け、ほら行くぞ。さあ、こっちから行くかな、いないな、うわ、ちょっと待って、どこにガスあった今見えなかったんだけど、全然。さあ、この裏か、あ、こんなところにハマってた、分かりにくい、うまいな
さあ、いでほら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 、倒せ、よしナイス、ワンキル。さあ次はあれ、あとどこいる、なんか消極的だなこのやつらさあもうこれもグレーでこう圧倒していきましょうかね。ほら出てこい、来た、やべ、死ぬ、味方頼む、よし、いいぞ、切ってる間に、あ、キルリーダーになった、ナイス。さあこのまま優勝してしまいたいね。痛い、グレがめっちゃ当たる、ほら、倒せ、おっしゃ、来た、えい、来ましたよ、このまま、よし、このまま、来た、チャンピオン、おっしゃい。ね、こんな感じで、サクッとね、遊べるのが、このねゲームのねいいところですよね。いや楽しい。はい、というわけでね、皆さんもウィンターエクスプレス、遊んでみてはいかがでしょうか。非常にね楽しい仕上がりになっております。期間限定ですので今しかできないのでぜひね、プレイしてみてください。さあ成績の方いかがでしょうか。キルリーダーですからね、らしさ、オッケー、6キル1200ダメージ、まあいいでしょうということですね。そういえばね、期間限定といえば、こちらのホロデーワッシュってやつもね、やってますね。まあ、いつもみたいに、こんな風にですね、ポイントを貯めることによって、特別なものがね、ゲットできるようになっております。専用のね、バッジなんかももらえますので、ぜひね、集めてみたらいいんじゃないかなと思います。ラッシーさんも集めてますよ。さらにですね、ホロデーセールということでですね、ストアの方も、セールをやっております。すっかりね、クリスマス仕様に様変わりしておりますね。うん、普段ならね、もうちょっと、高いんですけど、セールということで、お安くなっておるというところでございますね。いろんなスキンがある。あ、このかっこいいな、このチャーム。いいですね。53% 引きだからね、これはね、お買い得だよね。さあ、このクマちゃん欲しいんだよな。どれを見ても 50% 割引だからね、ちょっとね、このタイミングでゲットしておきたいなと思います。1月5日まで、セールね、開催してるみたいですので、ぜひね、皆さんも注目してみてください。アッシーさんが一番欲しいのはこの、オクタンのね、トナカイル、かわいい。目が揺れんだ、これ。これ欲しいんだよな。買っちゃおうかな。はい、最後はですね、クラブの紹介になります。皆さん、クラブにはね、所属していますか？ラッシーさんもね、ちょっとね、まだ今作れてないんですけど、仕事がね、ちょっと落ち着いてきたら、ラッシーさんのクラブもね、開設して、視聴者のね、皆さんと一緒にプレイしていきたいなと思ってるんですよ。こうね、クラブ検索、クラブ作成というのね、自分だけのクラブを作ることもできるし、まあ、誰かが作ったクラブにね、参加することもできます。まあ、このクラブにね、なんで所属しなきゃいけないかって、別に所属しなくてもいいんですけども、所属しておくとですね、なんか一緒にプレイしたい時とか、パーティーに招待とかね、サクッとできるようになりますので、クラブのメンバーを。まあ、気兼ねなくね、同じクラブなんで、招待もできますのでね、まあ、そういったね、利点が一番大きいですかね。あと、これは多分、クラブによって違うとは思いますけれども、一応チャットでお話ししたりとか、まあ、あとそのクラブのメンバーのアクティビティログみたいなやつがね、見れるようになりますので、まあ、ちょっと今プレイしてるなと思ったら、一緒にやりませんかとか声かけたりとか、まあ、できるのが、いいところですね。あとこう、Apex のシーズン8について、予想してみないとかってね、喋ってみたりするのも非常に面白いんじゃないかなと思います。はい、最後はね、ちょっとこのキルクリップを流しながらですね、クラブについてね、ちょっとね、喋っていきたいなと思うんですけども、このクラブね、今30人、所属できるんでね、一つのクラブに。ってことはですよ、まあ、ラッシーさんの予想によると、クラブ対抗戦が多分できるんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっとまだ今そこまでね、来てませんけども、クラブ対クラブの戦いで、なんかクラブトーナメントみたいな。まあ、ちょっとね、だからその全部のクラブが30人全員いるわけじゃないので、どうやって解散するんだっけみたいなね、ところは運営の人たちもね、頭を悩ませてるんじゃないかなと思いますけど、まあ、クラブ対抗戦がね、やっぱり、できるようになるのは非常に大きいんじゃないかなと思いますね。で、あとやっぱりそのクラブとクラブの戦いみたいになると、まあ、普通にやっぱりこの、なんとかな、デスマッチだけじゃなくて、まあ、陣取り合戦みたいな、そういうのもね、できるようになると思いますので、まあ、俗に言う、こう、旗取りみたいな、そういうね、遊び方ができるようになると、まあ、少し、ゲームの幅がね、広がっていくのかなと思いますね。うん。
やっぱりその倒し合うだけじゃなくて、ちょっとねやっぱり、ね、さっきのウィンターエクスプレスの時もねお話ししましたけど、ずーっとやっぱランクマッチばっかりやってるとさ、疲れちゃ気づかれしちゃうからさ、まあ、そういう、カジュアルにね、遊べるような大会みたいなのがねやっぱあるといいですよね。陣取りは結構ねやっぱり、相性いいと思うので、バトルロワイヤルと、これはね、いいと思いますね。まあ、あとはですね、クラブ対抗のなんかすごいもう全然もう全然ジャンルの違う大会もねやりたいですよね。なんかスポーツ大会とかあとはそうだな、クイズ大会っていうか、なんかこう、なんつうの、脱出ゲームみたいなやつ、みんなでね、その謎を解いていって、で、この謎をミスると死んじゃうとかね。で、最終的にどっちの、クラブの人が多くクリアできたかとかね、争い合うとか、非常に面白いんじゃないかなと思いますね。はい、というわけでですね、今後ね、クラブの機能にね、どんなアップデートがあるのか、なんか近々アップデートあるらしいですよ。ね、なので、そのね、どんな機能がアップデートされるのかなってね、ドキドキしながらですね、シーズン7も非常にね、盛り上がっておりますので、みんなでですね、エーペックス盛り上げていこうというところで、今日はですね、この辺にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバイ。